おはようございます。おはようございます。ここはどこでしょうか？ここはインディアンベルズゴルフリゾートです。エプソンツアー最終戦が来週からこのコースで開催されるので、今日は竹内さんに練習ラウンドに連れてきていただきました。はい、ゴールマッチ、私に勝ったら賞金$200、1アンダーごとに賞金、獲得プラス$100、私に勝って5アンダーで回ったら今日の賞金は、$700になります。頑張ってください。ありがとうございます。ということで、お互いに頑張って、ホールマッチ僕も負けないようにします賞金獲得してください。はい、それじゃあ行きましょう。行きます、3アップまで行っていたのが2連続バーディーで1アップに迫られてます。パー5、ちょっと左だけど、左ドッ、うっすら左ドッグだからいいのか。はい、パー5第2打地点、正面に見えてるバンカーの真ん中ぐらいを越えて180から90ぐらい打ちたいところです。私は左に行ってしまいました、バンカーより。ちょっとチャンクしましたが、方向まっすぐ問題なし、パー5。私は3打目どしくじりショットでした。ゆりか選手70ヤード、バーディーチャンスにつけられるか、3ホール連続バーディー取れるか。ピンの右、ナイスオン。差を1、バーディーパットです。さあゆりか選手、寄らずスリーパットの私のスリーパットを見とニコニコしておりました。何してやめてください。3ホール連続バーディーなるか。現在私のワンナップ、どうやらイーブンに戻りそうです。ちょっと読み切れなかった。でもナイスパーです。イーブン。15番ホール383ヤード、パー4。おちょっと左、ちょっと左だか、問題はないと思いますが左ラフ。さあ15番ホール2打地点に来ていますが、ゆりか選手大ピンチ。こんな状態です。普通のスイングはできません。さあどういうプレーを見せてくれるか。さあ思いっきりパンチフックで行くのか。グリーン手前30ヤードというところでしょうか。約45ヤードというところでしょうか。さあパーセーブなるか、このホールはハンディがあるホールで、私はグリーン右に次3打目というところまで来てますので、圧倒的有利なシチュエーションになっております。ゆりか選手、ここは絶対寄せワンが勝負的には欲しいところです。さあ寄せワンなるか。ちょっと大きいか。ワンピン弱につけました。さあ15番グリーン上、ゆりか選手パーセービングパットです。ここはハンディキャップホールなので、これを入れないと負けが決定してしまいます。さあ勝負どころ入れることができるか。思ったより右に切れた。早い、下りで早い。まだ OK まだいってません。どうぞ先に。おお、残念、ダボになってしまいました。
16番ホール370ヤード、パー4。うん、ナイスショー。第2打地点2は残り84ヤード、私は50ヤードアウトドライブされました。いい感じ。おお、ナイスショー。ワンピン、サウジバーディーパット。さあ、ワンピンバーディーパット。私はすでに3パットでボギーでホールアウトしております。なんと3パットしてしまいました。おお、思ったより曲がった。ナイスパー。練習ラウンドあと残り2ホールになってしまいました。今のところイーブンホールマッチ。136ヤード、おピンに向かってフェード気味に飛んでっています。見えない。さあ、ユリカ選手、約10メートル下りのスライスバーディーパット、50センチぐらい曲がるでしょうか。下りの度合いは 80% ぐらい。そんなに曲がらなかった。ナイスパー、ナイスパーでした。ワンナップだよ、そっちの。現在ワンダウンです。最初ホール、このホールは416ヤードパー4、ハンデあり。勝たないと。ハンデあり。ボギーじゃあ負けだもん。パー取るしかない。うん、ナイスです。ちょっとよろけと、よろけたけど大丈夫か。おお、ナイスショー。ちょっと右に出ましたが、全く問題ありません。フェアウェイ真ん中。なんと長い、直接はもう絶対狙っていけないので、正面バンカー方向で寄せバンパーを願います。バンカーに入らないように70ヤードにしたいと思います。まっすぐですね。大丈夫です。まっすぐです。まっすぐバンカー方向に行きました。転がってる。この18番ホールは419ヤード、なおかつロサンゼルスに向かっているので午後は特にアゲンストになって。さあ、ゆりか選手、グリーン狙い？グリーンセンター狙い。ピンは狙わないそうです。さあ、勝負を決める2オンになるか。あ、ピンに筋ってる。あとは距離だけ。見えない。なんか筋ってた今。ちょっとピンあり、ワンピン左。勝負のアプローチだそうです。嘘でしょ。何それ。え、おー、うますぎです。さあ、ゆりか選手、約25ヤード下りのフックラインの寄せ。あ、ちょっと大きい大きい。これは面白い勝負になってきました。私は1メートル20センチ、ゆりか選手約 2.5 メートル。パッと残してしまいました。これを入れなくては負けが確定してしまいます。ボギー行ってしまう、残念ボギー行ってしまいました。ということでホールマッチは、イーブンという形になりました。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんと最終ホールまで決着がつかず、ホールマッチ最後残念ボギーでした。まあそれはさておき、コースの感想どうでしょうか。そうです、コースの感想としては、本当に何ホールかはこうティーショットに気をつけなければならないホールがあるんですけど、基本的にまあフェアウェイも広くて、まあそんなにこうティーショットでプレッシャーを感じるホールは少ないかなという感じです。まあ一番こうやっぱグリーンの目が強いというのがあるので、まあそこをグリーンの目と傾斜、まあラインをしっかり読めるかというところが鍵になってくるかなと思います。予想優勝スコアを呼び、予想トップ10以内に入んなきゃいけないスコア、優勝スコアは多分15ぐらいでそうな気がします。トップ10に入るのではやっぱり、まあ、毎日2か3ぐらいの問題です。はい、最初のラウンドだったんで、どこに打っていいのかもよく分かんなかったけど、はい、まあ、ジュアジョール回ってどこ打ったらいいかっていうのはもう分かってると思うんで、自分の癖であったり、うん、ここを狙いやすいとか、そういうものが分かったので、すごいいい練習だったり、はい、ということで、来週、本番は毎日2アンダー以上で頑張ってください。頑張ります。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。